はい、はじましての方はじめまして、そうじゃない方もいらっしゃいませ。やがちゃちゃというわけでございまして、私、ヤガミハヤテがお送りします。怖くないバイオハザード6攻略実況動画パート22というわけでございまして、前回はですね、ついにエイダをですね、空母のところに追い詰めたのか、エイダが向かったのかはさておきでございますけども、誘い込まれたのかですね、ついにもうエイダが目と鼻の先までいるところまで来たんですけども、残念ながら目的のドアがですね、なんか壁でね、塞がれちゃってね、じゃあもうあのミサイルを使って壁ぶっ壊そうってですね、あのクリスが言い始めて、そろそろこいつぶっ壊れたのかなというふうにみんなが疑い始めてる頃です。というわけでございまして、その物語の続きを見ていきましょう。さーてさーて、とりあえずと、あ、違う、ソード操作ミスないな。よいしょ、そこで2人して割れるのなくない？よいしょ、硬いね。前回から戦闘パートが続いておりますけども、と先行手榴弾は取れねえんだよなーと。さーて、とりあえずこの飛行機の中にコインもありますし、木箱もありますしと。よいしょ、でゲットしていきつつ、なんか殻がカチャカチャいってる音してんな。よいしょ、ずーっと敵さんがしんどい状態ですね。よいしょ、というわけでとりあえずひるませて盾を使えないようにしといて、盾じゃない方にしか攻撃がいってない、盾じゃない方にしか攻撃がいってない、なんともしんどみ。よいしょ、あーっと待って、俺もすげえ撃たれてる、すげえ撃たれてる、ちょっと待ってよいしょ、はい、とりあえずだ、とりあえず、よいしょ、ちょっとお待ちくださいよ、ちょっとお待ちくださいよ。左側の方からか、お前からかな。いや、ナイスピアーズ。なあ、とりあえず足でもってひるんどけ。オッケー、とりあえずこれで左側の方はクリアリング、右側の方に移りたい感じね。一瞬だけお待ちよ。失礼しましたとね、ちょっとね、うるせえ通知を止めてきたんですけども、っとさーてさーて、ここはね、ほんとね、敵のね、数が多いのでね、なんかね、ルート間違えるとすぐにね、HP 持ってかれんだよね。よいしょ、なあ、サイチャーパティン。まあ、とりあえず足元から狙っていきたいところ、 OK。 もうね、ほんとね、ショットガン様々だと思う、レオンとクリス編は。特にクリス編はね、あの敵がね、あの自立型のシールドを持ってるやつが多すぎて、自立型シールドを持ってるやつが多すぎてね、対処に時間がかかるんだよね。よいしょ、あれ残ってる、スナイパーを投げ捨ててまさかの武装変更。お前はまだ、あー、サナギか、生まれるな。まあ、とりあえずショットガンに切り替えのと。よいしょ、お前も敵か、なんか流暢に走ってるから、お前ピアーズだと思っちゃうねんか。さあ、炸裂弾はありがたい。よいしょ、あー、また咲いてるよ、もうずっと咲きっぱなし。もうバイオハザードじゃないよ、絵面がずっと。我々が愛したバイオハザードとは何だったのかよいしょ、あくそ、はい、足さえ止めればこっちのもん。さーて、あー、また面倒くせえのが来てんな。よいしょ、さっきグレネードランチャーの弾もらったんだ。で、上のお前は黙っとけ。で、一回アサルトライフルかなんかでいいんじゃない。よいしょ、止まれい、あぶね、信じて撃ってよかったです。オッケー、さーて、またショットガンに持ち替えてと。上だよね、よしよし、やっとちょっとクリアリングできたかなーって感じだね。まあね、あのかなりね、私の場合はあの几帳面 A 型な確実進行型なのでね、弾薬増やしてきてますけど、そうじゃないとね、結構きついと思いますね。まあ、あの腕に自信がある人はね、通してプレイしてみるとかってのも全然楽しいのかなとは思ったりするんですけども、よいしょ。まあ、逆に言うとね、バイオ7とかね、リー2でまたこの方法が取れないので、この要はチャプターを戻ってね、あのいろんなものを補充するっていう手法が取れるのってバイオ5と6だけなので。さーて、急に床が動いちゃって2人がかなり離れちゃいましたけど、さあ、というわけで単独行動を余儀なくされました。さあ、互いにね、向かって敵が攻めてきますので対処していきましょう。よいしょ、なんとか、よいしょ、このまま進むぞ、後で落ち合おう。 OK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  で、
残りは虫かな。さすがに全部は相手してらんねえかなっつって、ピアーズと落ち合えればそれで。さあというわけでやってまいりました。次の挑戦者はこちら、元スターズメンバークリス・レッドフィールド。さあ二の腕地獄、乳酸がほとばしる二の腕地獄を進んでいく。さあ奥側からはスナイパーライフル、こちらに撃たれて落ちてしまったらひとたまりもありません。さあ二の腕の力だけを進んで持っていく。さあ体をすべて持っていく。さあ間もなく足場が見えてくるといったところでありましょうか。さあ前に進んでいくクレスレッドフィールド。おーっとここで撃たれてしまうが、なんとか手を離さない、手を離さない。さあここまで来れば忍耐力かといったところか。さあようやく進んでなんとかステージクリアね、というわけでございましてね、唐突に始まるサスケでございましたけども、よいしょ。おー急に燃えた、いってーしんどいな。ここアンチっていうアンチがねえのかな、ダリンだよな。よいしょスナイパー、よいしょ。おい、あんたその分かりそうで隠れるんじゃないよ。スナイパーがどこにいるかが分かるともうちょっと、よいしょ。いたな、いたな。よいしょ1回、あマジでマジでか。よいしょ、とりあえず何があっても1回スナイパーだけ倒そう。でアサルトライフルに持ち替えて、てめえだてめえ。よいしょ、そこら辺にあと1体2体ぐらいいるんだろうな。場所が分からへんな、いた。あ外した、よいしょ、オッケー。ああ目の前にいる、目の前にいる、目の前にいる。そうですね、そうですね、よいしょね、というところで倒しといてと。随分といろんなものを使った気がしますが、オッケー。というわけでございまして、ロケットのレバーを回して方向を切り替えてと。さあさらにピアーズにいじってもらってと。よしやっていこうぜ、よいしょ。はい、そこまでする必要あった。 HQ にアルファ、都市部の戦線は拡大中。 A ダウンを一刻も抑えてくれ。了解、各隊にもう少しの辛抱と伝えてくれ。40ミリの硫酸弾か、硫酸弾欲しいけど、欲しいけどと思ったけど、通れるからと、あれ通れるからと、消えた、硫酸弾消えた、くそわ。さあまあじゃあもう進みますか、よいしょ。さあさあ下ってく。さあすると目の前からは戦闘機。さあ続いてはこいつがですね、主力のエネミーとなるわけでございます。おいおいマジか、ここで蹴りをつけたいらしいな。やばいクリティカル、よし危ない、いい。さあというわけでございまして、戦闘機がこっち向いてきたわけですよ。であの戦闘機なんですけど、操縦席を打って、相手を黙らせることもできるんですが、ロケハンでやった感じですね、多分ヤガミの実力ではそれが結構難しくて、工数がかかる割に大したメリットがないというですね結論に落ち着きましたと。なので、ヤガミ攻略法としてはですね、飛行機なんてものはなかったね、飛行機なんてものは誰も見てなかったということで処理していくことが一番かなと思いましたので、そういう方法で進めていきたいと思いますね。攻略実況とは何かね、みんながねよくなんか考えることだと思います。攻略実況とは何なのか、そうです、ゴリ押しする勇気を皆さんに与えることです。やっていきましょう。さあというわけで左側から大外から相性ら上がってく、上がってく。40ミリ硫酸弾、よいしょ、黙らっしゃい。さあ奥側にもいらっしゃいますね、どうもこんにちは、どうもこんにちは。よいしょ、さーてさーて、ヘリコプターもねこちらに方向を切り替えて回るのはそこそこに時間がかかるわけですよ。よいしょ、あそうですねとね、割れたら大変ですねと。さあ絶対にピアーズが追いつかないでしょうが、ピアーズが絶対に追いつかないでしょうが、先に進んでいく。そう一回ここで呼んでしまえばこっちに向かってくるでしょう、あいつも。そうその間はね、その間はこちら側を警護しつつ、ピアーズ来てる来てる、急いで、オッケー、ご了承成功、よいしょ。
開けちまえばこっちのもんだぜ。さあというわけでとね、極端な話ね、ここら辺の奴らはね、たまに関係ないあのなんか明らかに倒さなきゃいけないやつ以外は倒さなくてもいいんじゃねえかっつってね。さあってね、隠れてるんだったらこっちから行きますよっつってね、そういう闇雲に撃つのよくないよ。ある程度定めて撃ったらどうかな。よし行くぞピアーズ、よいしょ。さーてとうとうようやく開けたドアまで到着。さあピアーズまではあとだって 20m ぐらい来てるか。ピアーズオッケー行くぜ、よいしょ。なんとか中に開けました。聞こえてる？プレゼントは気に入ってもらえたかしら。あなたが私にくれたものそっくりお返しするわ、シモンズ。はじめ不安や恐怖に苛まれるでしょうけど、安心して。あなたはただ人間でなくなるだけよ。全人類と共に。今日までの世界を築いたのはあなたと、あなたのファミリーよ。でも明日、目にするのは、まっさらな世界よ。あら、なんか私らが知ってる無線の先までちょっとあった感じですね。さあというわけでまだクリアリングバトルが続きますが、先を見ていきましょう。まだねもうちょっとねこの戦闘会が続くんですけど、結構ねあのもう後半戦なので、もうちょっとしたらね結構これはどういうことなのっていう面白いねデモシーンが見れるところまで来てるので、ちょっと頑張っていきましょうと。いい、さーてそれぞれをリロードしておいてと。最近思ったけどアサルトライフルよりもなんか制圧力で言ったらハンドガンの方が高い気がするんだよね、クリス編ってね。まあ武器の好みはねほんと人それぞれってあると思うんですけど、なんか私はどれが好き、あなたはどれが好きってあると思うんですけど、エーダ、さあエーダが目の前にドアを閉めてしまう。さあというわけでね、なんとかドアを開けて先に進んでいくが、目の前の壁がちょうど閉まってしまう、通れない。これちなみにこれ何やっても通れないですね。まあちょっとね通る感じのね演出をかけたつもりですけども、あそこは通れないが正解で大丈夫です。よいしょ。ハンドガンの弾をなんか200何十発とか用意しといた方がなんか安牌で進める気がするんだよね。リロードも早いし。さあでさらに雲みたいな気持ち悪いのも出てきた。さあというわけでまさかのここでね新クリーチャーも登場してくると。よいしょ。まあね適当に高威力のものとかをぶちかましながら進めていきたいところでございますが、ここもね極端な話ある程度無視決め込んでもいいんですけど、よいしょ。さーてさーてお前かな、えいで、よいしょ、オッケー。ハンドガンの弾はありがたいね。あと53発か。よいしょ、とりあえず1個飛んどいてと。でドアを開けると、さあさらに進んでいきましょう。さーてねえ、なんか蒸気がいっぱい出る。危ない、危ないよ、よいしょ。ねえそういうのよくないよ。さあグリーンハーブが取れない、まあそれはいいや。さあ共同ドア、よいしょ。さあまだ空間が続いていく。さあ洗濯の部屋かな、洗濯とかができるところかなと。さあ後ろにいるやつはとりあえず後ろからハンドガンの弾で爆発するまで撃っていく。さーてスキルポイントかいらないな。はいはーい、まあ、そこでそうなっちゃったら意味ねえじゃんな。よいしょ、ハンドガン、えい、まあ、あとこれでもうちょっとで弾がなくなる。ハンドガン、オッケー。まあとりあえずクリアリングには貢献してくれてるわ。完全にハンドガンの弾様様だぜ。確かこの奥にショットガンの弾だったかな。よいしょ、これなんかどっかにコインありそうな気がするんだけどな、このなんか神妙な配置。パッと見当たんなかったんだよな。まあいいや、今回の動画はねあのコイン集めてないから。よいしょ。さあというわけでさらに奥に進んでいきたいところですが、特にない。
さあここのねケースはね中を開けていただきますとねスキルポイントがありますので、ここは確実にゲットしていきましょう。よいしょ。さあというわけで奥に進んでいくね、エーダの姿が見える。嫌がった、上だ。さあというわけでね、エーダまでの距離がどんどん近づいてきている感じね。クリスとしてもいろんなことに決着がつけられるまでの距離が近づいてきました。よいしょ。ああ2人ともそれかよ、2人ともそれはないな。よいしょ、やったれやったれ。はい、さあというわけでハンドガン弾、よし、いないね、クリアリング。おっとしてね、中から敵が入ってきた。敵を殲滅するにサブミッションが変更。さあというわけでこの狭い通路での戦闘、よいしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、うい、待ってで、はい、あー待って待って待って、うい、やべ、俺がすげー受けた、俺がすげーダメージを受けた。あーっと今の具だったな、うい、でおー、ピアス、とりあえずもうここで一回ねテープチェンジして弾を補充するつもりぐらいで。さあ各弾があんまりなくなってきましたけども、よいしょ、オッケー、協力ドアの先が開きましたと。よいしょ。さあエーダを追跡するとのことなので、さすがに弾が開いてるかなと思ったらそうでもないのね。全部の弾が微妙に残ってるのね。よいしょ。アサルトライフルがもう全然ねえか、ハンドガンの弾も全然ねえか。いやー結構しんどみが強い。よいしょっと。さあさあ奥側に進んでいきましょう。これはさすがに、あーどれにしても不安だな。さあさあ通路の先、声が聞こえる。さあよいしょ。あーっと外す、それ外す、才能の塊かな、ヤガミ。それはショットガンという武器の性質上さ、全部ドドドドドーンって壊れるみたいな感じじゃないの。めんどくさかった俺も悪いんだけど。さてさて、さあ協力ドアを開けていく。よいしょ。さあドアが開いて上から雲、はいはい、ああもうめんどくさい。よいしょ、よい、あー待って、リロード、あと2発しかない。もうグレネードランチャー祭りといくか、グレネードランチャー祭りといくか、こんちくしょう。さあ A だねえ、急いで逃げてるといった感じでもない。さあ目の前にはね虫が現れるわけです。ただこいつですね無視して OK です、ね、今虫だけにねって思ったやつ黙っとけね。というわけでございまして A だが上に行く。腹立つぜ、俺たちを振り回して遊んでやがれ。であの虫後ろからガンガン来るんですけど、これ本当に全部無視して強力ドア開けちゃえば、虫もですね、迫ってくるんですが逃げ切れます。早く早く逃げ切れるとか逃げ切れないじゃないんだ、ビジュアル的に入らないでほしい。 OK。 さあというわけでまだ続く、優勝ね、木図となる。ういよいしょ、それは壁、壁打ちかな、やったね。ねもう完全に豪勢に攻めてるけども、たまにはいいでしょう。さーて、おい、おいこれはひどい。さあ窓を割って入ってくる、よいしょ、あリロード。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん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 、よいしょ。でも弾補充する前提だからできるムーブなのは分かってんだけどね。よいしょ、待って、どこにいる、どこにいる。バルブは引き受けます、隊長は敵を捨ててください。 そこにね、バルブハンドルがあって、このバルブハンドルを回さねばならぬのですね。よいしょ、やっべ、いや待って、もう一回起きてリロードをしたい。よいしょ、お前だよ。さあはしごが出た。さあちょっとね奥側にところにね、はしごが出ましたので、あちら側に向かっていきたいところ。
よいしょと。さあまた雲の敵キャラが湧いておりますが、ここら辺はねアサルトライフル様々なんだな。よいしょ、えい、終わったかな。これで一回あらかたクリアリングしたでしょう。オッケー、さあはしごを登っていきやしょう。よいしょ、さーてまたここ開けてとね。スキルポイントは5000ポイント、ありがとうございます。見逃さん。よし、さあというわけで階段を登っていく。エーダはもうすぐそばか。さあエーダと向き合った先に何が待っているのか。よいしょ、ね、いろんなものの答え合わせというわけじゃないですが、そろそろ鬼ごっこも終わらせましょう。エーダ、懲りないわね。化け物になったお仲間はきちんと始末できたの？半年前の件といい、部下には苦労させられるわね。挑発に乗っちゃダメだ隊長。誤解しないで、あなたの部下たちには感謝してるのよ。シーウルスの実験台になってくれて。仲間たちを殺され、俺はお前の殺意に取り憑かれていた。だが BSA には使命がある。一人なら忘れていたところだ。投降しろエーダ。もう遅いわ。沖に向かった別の空母がすでに発射準備を始めてる。ミサイルか。死者たちが練り歩く。あのラクーンの光景が蘇るの。でも今回は規模が違う。全世界でよ。そう、ヘリコプターまた逃げるのか。エーダ違う。あの男、考えることは一緒だったよね。だけどもう誰にも止められない。今回はエイダは、あ、くそ、今のやつは。ん、なんか一個だけ入ってる。新型の注射器のようです。2本分空いてる。調べてる時間はない。分析用にそれを HQ へ持ち帰れ。こちらクリス、至急所在不明の戦艦を確認してくれ。首都機能が完全に麻痺して向こうの司令部と連絡が取れない。少し時間をくれ、急いでくれ。この寺全てが妖刀だ。奴らの目的は全世界をウイルスで攻撃することだ。どうします？格納庫へ向かうぞ。何か使える機体があるはずだ。了解。確かにエーダ死んだね。 HQ よりクリスとピアーズ、エーダの言葉に間違いはないようだ。外界にミサイルを搭載した空母を確認した。ミサイルはすでに発射準備に移っている模様。急ぎこれを阻止せよ。了解。この先が格納庫だ。急ぐぞピアス。了解。さあというわけで、まあ確かにエーダ死にましたな。エーダ死にましたね。いやはや、なんかそんな感じなのかみたいなね、感じがちょっと否めないところもありましたが、さあというわけでございまして、この物語続きはね、どういう風に向かっていくのかというところでございますが、時間がいいので今回はこの辺で、また次回動画続きのですね物語を見ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、ここまでのお相手は私八神ハヤテがお送りしました。また次回動画でお会いしましょう。 See you next time. See you. バイバイ。お疲れ様でした。